はい、どうも不明瞭です。今回ですけれども8月のね、はい、過去をね振り返っていく動画になります。で、今回は、まあ、今回はというよりかは今回からみたいな感じなんですけども、まあ、以前はねセレボピックアップって、まあ、各々の、振り返っていく動画あったと思うんですけども、まあ、ちょっとねまとめてみようかなと思いました。はい。で、まあ、セレボがね2018年から来ているんですけども、まあ、セレボと、ピックアップもねもう2018年からのものにしております。で、新ツム登場もね2018年からのものに、厳選しております。はい。それ以降の前のものはですね、まあ、基本的にそんな強いツムいないですし、スルーさせていただきたいと思います。で、まあ何を参考にできるかっていうところなんですけども、まあ、あのね、復活しそうなツムとか、まあ、新ツムの予想に使えるかなっていうところで、まあ、こういう振り返りをしてるところがありますので、まあ、これ動画出た後にですね、おそらく新ツムの予想とか、動画出てると思いますけども、まあ、お楽しみにしていてください。で、まずはね、2018年のセレクトボックス、第1弾を見ていきたいんですけども、こちらになります。セレクトボックス、全12種類で、ピーターパン、ご機嫌プー、サムガリピグレットとなっております。で、ツムリスト、ちょっと待って、ツムリストこちら、え、動かないんだけど、動いた。はい。ご機嫌プー、サムガリピグレット、ピーターパン、ハチプー、サマーオラフ、ティモシー、ルミエール、クルエラ、バースデーアナ、エルサ、フェアリーグッドマザー、セバスチャンとなっております。ハチプがセレボーに来てるって珍しいですね。あったんすね。ちょっとこれ引きたかったな。はい。多分この時はね全然ガチでやってなかった頃なので、コインとかも多分あんまなかった頃だと思うんですけども、はい、まあ、基本的に引かない感じだったんじゃすいません、基本的に引かないね、強いツムがいないと基本的に引かない感じだったと思うんですけども、はい、一応ハチプーが来てるってところはね珍しいかなと思います。あとはまあ基本的にでも弱いっすね。はい、弱いっす。あまり引く価値はございませんみたいな感じですね。で、次行きたいと思います。え、また動かないんだけど、え、なんでこれ動かないんだろうな。え、ちょっと待って待って待って、よしよしよし。はい。ということで、すいません。次はね、ピックアップですね。はい。第1弾が、こんな感じです。クルーズ・ラミレス。クルーズ・ラミレス。MU マイク。マックインですね。すいませんね。咳が。で、ツムリストがこんな感じでございます。クルーズ・ラミレス。MU マイク。マックイン。メーター・レックス・ニモ・ランドル。サリー・ジミニとなっております。まあ、基本的引く価値ないかなというところになっております。はい。という感じで、なんでこれさ、ちょっと待って、あ、 OKOK。 で、次が、第2弾のねピックアップなんですけども、これはねなかなかいいです。スクルージーとスカーが入っていて、しかもね珍しくピートが入ってるんですよね。これがねなかなか珍しいです。で、ラストショーはね、モアナの曲付きというところになっております。はい。という感じでございます。で、ツムリストはね、スクルージー、ピート、スカー、エリザベス・スワン、アーロ、ラプンツェル、ミス・バニー、アナ、ドリーとなっております。まあ、でもね、まあ、スクルージーいるんで引く価値はあるんですけども、あとピートか。まあ、コレクション用かなって感じですけど、まあ、基本的に弱いかなというイメージはあります。では次、第2弾のセレボですね。これね、クラリスとチップとデルなんですけども、まあこれ見た限り弱いね。弱いね。で、次、ツムリスト見ていきたいんですけど、え、ちょっと待って、また動かないんだけど。なんかこれ動かなくなるんですよね。なんでだろう。あ、OKOKOK。アイドルチップ、アイドルデール、パイレーツ、クラリス、モカ、プリン、オーラ姫、ニック、ポカホンタス、アースラ、チェシャネコ、フランダー、ツベンとなっております。マジで引く価値ないなこれ。マジで。まあ、常駐のオーロラとポカホンタスが結構強いかなって感じですね。あとモカが、めちゃめちゃ面白いスキルですね。それ以外はマジで引く価値が全くございません。
ということで、次、新ツムはですね、こんな感じです。ミスターインクレディブルと、あとはモンスターズインクですね。ブー、これなんだ、コアカラセアサリーとかそんな感じですよね。マイクはなんだって、ハッピーマイクかな。え、合ってる、ちょっと間違ってたらごめんなさい。あとはインクレ、ミスターインクレディブルとミセスインクレディブル、ジャックジャックですね。という感じで、まあ新ツムはそんな強くないっす。で次、こちらね、2019年、はい、まあ、結構ね新しいんで見覚えあるかと思うんですけども、こちら、ラフィッキー、ライオンキングじゃない、あのシンバ、ティモンですね。まあそんなパッとしない、行き過ぎた、俺先に見ちゃった。まずはねこれ、セレボの内容ですけども、第1弾ですね、バネロペ、ミスターインクレディブル、ブルーフェアリーですね。で、ツムリストがね、こんな感じで、ブルーフェアリー、バネロペ、ミスターインクレディブル、クラシックミッキー、フラッシュ、スフレ、マックス、モアナ、アースラ、オーロラ姫、ニック、副船長ということですね。モアナ、オーロラ姫とかは最近っていうか、まあこの傾向でいうとずっと復活してるかなっていうところですね。でミスターインクレディブルも、まあ去年の、去年とか、まあ一つ前の年の新ツムとして来てるんで、来ているのかなという感じですね。ということで次、また止まっちまったよ、これなんだろう、いた。次はねピックアップなんですけども、これね、はい、ライオンキングを中心としたということで、まあ新ツムが、ね、ライオンキングだったんでこんな感じです。で、見ていきますと、シンバ、スカー、プンバーなら、アイドルチップ、キュートアナ、ランピー、ハデスとなっております。まあこんな感じですね。はい、まあ、ラストショーはねスキチケっぽいんで、はい、あれですね、引くべきかなというところですね。で、第2弾のセレボかな、豆の木ミッキー、カメラダンボ、ご機嫌プーですね。はい、こんな感じとなっております。ツムリスト、カメラダンボ、豆の木ミッキー、ご機嫌プー、ジャックスパロ、ゴーファー、ワンダランド、アーリス、オール、トリトン王、メーター、マレフィセント、フリーライダー、ジュディとなっております。弱い弱い、あれちょっと待って、8月やばいのかはい、あとピックアップですね、最後にピックアップになりますけども、マレドラ、ドロッセル、犬、何やったっけこれ、忘れちゃった名前、ビッグバートウルフやったか。でラストショーにミゲルの曲付きとなってますね。まあこれは今月来たんであれなんですけど、いや、マレドラがね、来てますね。はい、でドロッセル、ビッグバートウルフ、パネドミッキー、ヤングジャックスパロ、女王、王子、ザズーとなってますね。ザズーが報酬で結構珍しい、ツムですね。まあ、マレドラがいるんで、まあ、引く価値は多少はあるかなという感じでございます。あとはね、そう、ライオンキングがね、確か第2弾でね、来てたんですけど、第1弾はね、そう、これでした。クイーンでした。はい。という感じですね。まあ、なんでね、8月クイーンのツム復活するかもしれないですね。はい。そんな感じでございます。一通りね、あの、2018年からの情報はね、以上で、ございますけれども、皆さんいかがだったでしょうか。何が復活すると思いますか。まず新ツムの予想はね、この多分動画はね夕方に上げると思うんですけども、まあ、ちょっとお楽しみにしていてください。はい、という感じで、今回は、過去のね、8月を振り返りましたけども、まあ、ここからですね、はい、どんなツムが復活しそうなのかというところと、まあ、新ツム予想をねしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、そして毎日夜9時からライブしておりますので、ぜひね遊びに来ていただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。